お疲れ様です。今日は最後じゃエリゴレレジやっていきます。さあ個人的なんですけど、現環境最も流行ってるデッキエリゴレなんじゃないかなと。なぜかね、めちゃめちゃ流行ってます。はい、ちなみに今の世界一位も、残念なことにエリゴレです。はい、なんでっていうぐらいね流行ってます。でなんかエリゴレプレイヤーはタワーもね、プリンセスタワーじゃなくて、ブラスターだったりダガーガールがね結構採用されてるイメージがあるんで、久々にね今日はちょっとブラスターも使っていこうかなと思います。さあやっていきましょう。パリパリ。防衛でね強かった進化テスラとかも下放されちゃったし、何なんだろうね形組んで意外と止まんないみたいな環境になっちゃってます。はい、悲しい。なんだろうな、メタで言うとボムタワーとかか、その辺がもうちょっと増えてくれたらいい感じになるのかなみたいな気持ちもありながら、きつ全然止まらんやん。え、待って、これメガナイトクワッツ来たかもね。メガナイトクワッツはエリゴネレイジで形組んだら勝てるデッキですね。いや、これブラスターだから無視でいいのか、このインドラ。どうなんだろう。いや、怪しいか、感覚をさあんま覚えてなさすぎてね。なんかブラスターもね、めっちゃ強くじゃないんですけど、いやいや使われてはいるかなっていう感じだよな。矢の雨がある。さあこのコウモリとかね、スケバルとかちょっとめんどいんですけど、ブラスターだとその分ね範囲の呪文とかも多いんで、よいしょ。この進化ウィザードもちょっと強そう。進化ボンがいんのか。あれ、さよならしちゃおうぜ、早めに。ソウルコールまで行ってもいいが、行かなくてもいいか。で、あのメガナイトをね完全に無視するっていうプランもあったりします。はい、これが俺のクラロワです最近のクラロワというかね、今エリゴレが強い理由的なところでこういうことじゃないですか。ウィザードが行かれるとまずかったりもする。あ、ソウルコールもいけない。なんか一番微妙になっちゃった。やべ。適当に耐えて、適当に耐えて、いや、いいよ、適当に耐えたね、でかいね。さあ耐えたらもうこっからはねイモルだけよ。後ろからいっぱい出してね、エリゴレまで出すかどうかを悩むね。出しても良そうだし、出さなくても良そうだな。出しても良そうだな、これ一応ぜエリゴレレイジ。やなめ打って、あれ強いな。レイジ打って、どうなってるかは分からん。カウンターは怖い。え、このコウモの系ちょっとね嫌なんですけど、さすがに止まってくれよなと思いながら、一瞬竹取ってレイジも打って、よしよしよし。いや、ブラスターなんで意外とこのディガーの処理とかも早い。いいんじゃない、ちょっと良さ出てんね、ちょっとだけ。でまたゆっくりね固めていったら相手の方がきついと思うんで、俺の負け筋は進化ボンバーとかだな、ちょっとめんどいよ。エリゴレ行きたいけどね、行きたいけどむずいな、行きにくいね。いや、ウィザード強すぎんウィザードってこんな強かったっけっていうぐらい強いんだけど、暇なんで、暇すぎるからこんなんもね、行っちゃおうぜっつってアホみたいに行っちゃうのがね
意外とエリゴレ強いからな。はい。ゴリ押しエリゴレレイジほいっていうやつです。まあ今一番強いんでね、個人的ではあるんですけど、でも世界上位でねめっちゃいんのよ。なぜだか定期的に当たるんだよね。この前なんか6試合ぐらいして4試合ぐらいエリゴレだったからな。そんなことあるっていうぐらいちょっとエリゴレだったんでね、もっと流行らそうかなって。もっとエリゴレ環境に俺がしてやろうかなっていう。はい、まあでも強いのはね間違いないんでね、形組んだら止まんねえんだよな。さあ5ね、ナイト5か、なんだろうね、あんま分かんないな。まあ暇なんで呪文で手札回しして、なんだろう、ロイシャイクロスか、あークロスっぽいな立ち回りもね。これ橋渡りそうにないじゃん、めっちゃクロスやね。痛い痛いね。いやクロスっすね。まあ行っちゃってもいいし行かなくちゃってもいい。範囲で行け、おつい。いやーここのうーニコス帰ってこない今。やばい、ニコス押した気がするけど減ってないのか。いやワンチャン減ったか。いやクロスはねちょっとまた話が変わってくるね。ちょっと防衛固めなんでね、クロスぐらいじゃない。守りに特化してるデッキ今。いやーまあ適当に耐えてよし。ブラスターのメリットはまああんまないが、まあ着衣をボイドでぶっ飛ばせるはあるな。まあぶっ飛ばせなくてもあるか。うん、むずいね。まあわけわからんがそれが一番いい。実は右がいっぱい入るやつね。オッケー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 、いいぞこれがいい。これね形組んでから追い塗りね。で問題守れるかどうかね俺。まあ耐えたいな。強い、うわめっちゃいいその攻め。危ね、許して。いやこれね許されます。でかいで残り413はこのデッキ呪文削り強いんで。エリクサあげる。エリクサあげちゃった、まずいか。いや俺なら耐えれる。よし今日山できる。いやめっちゃいい。なんならさ、相手諦めたか。うい、耐えた耐えた耐えた。ヤナーメンボイドレイジっていくら削れんだろう。でも400、300、2、300削れそうなんだね。分回してもよかったけど、泣いたえ。さあいいね、エリーゴレね。エリーゴレね。ファイブウッドテスラ高回転とかも、まあ今みたいにね、ブッパでなんとかなります。レイジかワンチャンミラーみたいなやだな。あースパーキーっすかね。まあジャイスパゴブスパもまあいますよと、まあ、え
来たぞ魔物が。いやマジでね、えやば、文句でチンパンミンマシマシすぎじゃないか。行っちゃおうかな、お願い許してください、このウィザードで。あーちゃんと固まってんの偉。俺そのブラスターだってさ、もしかして、あーやべ違ったか余裕で文句にウィザード出したのがダメだったわ。はい、おめでとう君は俺よりエリゴレが上手い。じゃあエリゴレ対決使ってもいいんですよね中途半端に守っちゃうから今みたいな。中途半端が一番ダメなんでね、行くときは行かなきゃいけねえな。中途半端がダメですよと。すげえ、おおバレルね。ちょブラスターバレルに弱いんでね、ちょっと悲しいが、まあ、マジ一回あんま考えないで考えなさすぎるかもしれないんですけど、えバルキリーまずいな。いやでも関係ないバルキリーまずいとか関係ない、一旦ブッパでレイジまで添えてから、まあ一括すぎるカウンター来るんですけど、この吹き矢をしばけて、え楽しそう楽しそうすぎる。これこっちの方が危ないね。よく右側ね、これ多分一応タワーがギリのこれ。いやーまあまあまあ全然全然いい、全然いいか分からんけど全然いい。なんかめっちゃ回転早いな、バルキリー厄介っすけど、なんか相手ウィザードとかの処理がむずそうではある。まあ、615にどんぐらい価値を見出すかだな俺は。うん強っ、やばい、バルキリー来たらウォールブレーカーまで来るわ、でバレルまで。いい、え良すぎた、これでかいな。進化バルキリー乗り越えれました。てか進化好きだったんで、残って、うーん進んでも欲しかったな。いやまあまあまあ、いやカウンターだいぶグロいんですけど、俺は左だけどうにか守りたいな。そう右はね多分適当で、なんなら折れていい右折れていいんですけど、守るってこと。エリゴレレイジ、わそれ強っ。いや座れてるけど座れてないやついる、でこい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 、落ちるっしょあれ、おいもっと吸ってよ吸引力吸引力、まあ、右へ落ちても左が残ればさ勝ちですよと。意外となんか進化バルキリーもいて怖かったけど、まあ施設がなかったんでね余裕でしたね。ナイス、おブラスターだ。まあエリゴレぶっぱした後のねカウンターがやっぱ怖いですけど、まあなんかそこにもうビビっちゃうとねエリゴレを使ってる意味なくなっちゃうんで、本当にもう守られたら負けぐらいな感じで鬼ぶっぱすんのが強えな。スパーキーなんかコウモリギャングちょっとレアだったな、てかブラスターだから熱い。12熱い熱い強っ。まあいってもいいかこれスケキンぐらい、ダクネまでいっちゃおうかな。
これは俺はブラスターを信じた。信じすぎ？でも結構削れた。何がいたっけ？マジで脳死すぎる。やばすぎるけど、これでタワーほぼ散んのもやばすぎる。エリクサーねー。いやーこれはいいね。許容というかもう一本上げてね、ウィザードでちゃんと回収しよう。うわー気持ちいいね。残り233なんで、まあ正直守るだけでもいい。なんかゴブリン生まれてんな。一平守るだけでもいいし、別に攻めてもいいし。あーてかスパーキーだわ、忘れてた。まず耐えりゃ勝ちではあるが、耐えれるかな。てか俺エリゴレでさ捨て身もあるわ。さあボエド打ってアラム打ってレイジ打って適当に打てばさあ落ちますよねと。いいねエリゴレでちょっかいかけて、あと逃げ切るプランもあります。キングまで行ってもねいいんですけどね。なんか自分が思ってる 4,5 倍はね頑張ってくれるんでね、エリゴレレイジそんだけするぐらいね。おーホグ、いやいた、ホグライダー加工しようぜなんかずっと強くない？ 2-6 か。高回転ファイボ施設の遠距離持ちが一番大変だよね。突破するのが。事故れ。いやーもうこれだけでちょっとなるもんな正直。いやだ。オッケー。まあでもこれを突破できないんでね。アイスゴーレム進化アイスピーいつ攻めんの？難しいな。マジ 2.6 ホグのいいところってエリコレに強いぐらいなんでいるんだ。いやーこれね深海ちょっと強いんだよな。でもソウルゴールしたい。これでかい、これミスってる。いやーこの完璧すぎる攻めで千ダメか。プリンスの突撃1回と一緒ねプリンスの突撃の方が入るな。なんならみたいなユニットいなくなった。意外と入ってるな。でもカウンターグロすぎん
ね、いやーなんかワンチャン、私はもう一回守ってみようと思います。うわー惜しい、なの犯罪マスケット重視強すぎるだろ、やめて耐えて、うん、強ー、惜しいな、なんか夢は見れそうなんですけどね。エリゴレ撲滅 2.6 億がいます。ブラスターや、え、てかブラスターには絶対強いぞ。もうダクネを走らせたら勝ちみたいなない、鉄鋼かな、ジミールブラスター、当たれたのは幸せで割るが、あーそれなえるよな、でが飛ぶっしょふふふ、まあでもヤナアメプラスのみたいな、え、ママウンなんや、いけ、いや、でかい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 、スタースタースタースタコウモリ、梅コウモリ、梅いいよ、ブラスターなんでね。でここは美味しく回収して、うわいいね、いやまあウィザードマザネクでだいぶウィザー、あのね、ブラスターの弱点を補ってはいるんですけど、進化ウィズじゃないサイクルであれば今みたいにブッパで突破もあります。結果ね、うわーこれ新クイズが出るからもう逆サイ全部無視しようっていうエリゴレのやん、良すぎる。いやこれエリゴレ行ってもカウンターで終わるし、行かなくても終わるんで、うん、終わり。ウィザードを抑えたのが良くなかったから、ただ美味しい、進化すけ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 。いや、これ待って、全部無駄になるみたいな。やめて、待って、全部無駄になる人、これ。本当にやめてください。え、間に合わんや。熱っ。全然間に合ってなかった。ラッキー。今、まさにくで全部無駄になっちゃうんかと思って、ヒヤヒヤしてたのにさ。全然そんなことはなかった。よし。低めに受けて。超低めに受けてやる。カウンター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 、エリゴレ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 残りすぎじゃない体力なんて、よし止まんないよね、でけーブラスターはね結構エリゴレに弱いんですよね、ブラスター引けると熱いよね。JK6 月22日。なるほど。さあ、枯渇ブラスターはちなみに枯渇にはね、ちょっと弱いんだよね。ゴブリンバレル。痛い。痛い。まあまあまあ、形組んで、まあ、ぶっぱすれば、どうだろうな。あのプリンちょっと邪魔だな。一回待つか。どのタイミングで行くのがいいかだよな。まあ許容でいいか。よし。ここか？
ちょっと暑そうじゃない。インフェ全然ニットいね。まあでも頑張って削っておくれ。エリゴレ単品でマジでまずすぎる、まずすぎる。それマジ進化さバレル結構強いよな。だいぶかやべ、終わりが見えてきた。お前はエリゴレだ。よし、いやまあアドとかはものすごいんですけど、一旦1-1になったことに価値あり。もう一回冷静になれるね。ケツエリゴレからエリゴレ貯めたらさ、ちょっと熱いとかないかな。言っても嘘だけどね、もうこんなのあんま考えずに。インフェだったし。相手がインフェの時あんま考えなくていいね。であとは応援。ウィザード事故ってる。スケキも入ってる。でっけえ。はみ出せ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 。で一応進化。よし。え、意外と左の方が怖いみたいなある。さすがにないか。ちなみにダメージ勝ってんだよ俺これ。ロケだけね。え、面白い。10秒デッキになった。相手のデッキがここに来て10秒デッキになったぞ。許容できそう。なんならエリゴレ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 。おいおぶねえ、怖えけど、インフェって本当に弱えな。エリゴレに関してはね。さあ、というわけで今エリゴレね、大秘物やので皆さんも触ってみてください。で、タワーなんですけど、まあ、ブラスター、別に、どっちもよかった、なんかそんな気になんなかったんで、正直。まあ、ブラスターでもプリンセスタワーでも、まあ、なんならダガーでもね、はい、エリゴレデッキに関してはいいと思いますので、皆さんもぜひね、ちょっとね、まあ、ブラスターも試してみてください。チャンネル、高評価もお願いします。お寿司さん、またね。